そういえばさ、この前のさ、食べ放題って誰が一番食べるの？それはもちろん僕だろ。まず何食べ行ったの？しゃぶしゃぶ。しゃぶしゃぶ。ああ、くた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 。歌舞伎町だね。ああ、あれだよ。あの、ご飯食いまくった。そう、俺めっちゃ食ったじゃん。僕もね、全然食ってないじゃん。俺、結構最後まで頑張ったよ。僕もね。ああ、バカみたいに撮るから。ちょっとバカってお前よ。君たち僕の話を聞いてるのか。だから君たち僕の話を聞いてるのか。何食ってたよね。じゃあ食ってない。いや、肉を一番食ったらきっと僕のはずだ。いやあと豆腐よく思い出してない。じゃあ全然かなり豆腐食って、思い出せないぐらい食ってない。豆腐は一番僕が、ご飯をやる場合一番食ってた。俺多分肉一番食ってたな。大丈夫、食ってねえじゃん。いや、なんもなんかしゃぶしゃぶいって行く意味がないじゃん。しょぼいな。気づかならないな。師匠が一番食わなきゃいけないというルールはないが、そこまでばかりされるとお灸を据えてやる。勝負だ。師匠？師匠じゃないの？師匠って言ったら余ったんだよ。君たち、めんこというものを知ってるわ。知ってるんだよ。日本古来の遊びだ。これで決着をつけよう。誰が一番食べたかを。日本古来。はい。よし。これで、なんでこれで誰が一番食べたか決まるの？まあ、よく聞け。6枚手元に年貢があるんです。この6枚の年貢を、1個裏返るごとに、自分の顔に落書きをされる。要するに、一枚失うごとに誇りを失っていくわけだ。別に落書きされたら誇りを失わない。誇りを失うように落書きするのだい。分かったのだい。何なのだい。じゃあ変わってるのだい。おかしいのだい。なのでこの6枚にみんなのプライドをかけてほしい。勝つのは僕だ。いや俺だし。聞き捨てならないな。じゃあ始めようか。俺なのだい。では行こうか。ルールはただ一つ。アルティメットメンコ。相手のメンコを捕まえて。アルティメットって意味なくね今。いや、捕まえて裏返す。全然意味ない。今決めたんだが。何あれ？捕まえて裏返す。これ以外なら何をやってもありだ。捕まえ相手のメンコに直接触れて。こういうことしない限りは、あれ何これ何これ、なんか、ね、あれあら何これ、なんか、さあはぁ、あ、何ズルしてんじゃん、これ僕の麺粉は綺麗なはずだ。すげえなんか黄色いよ、これ。いや、そんなことないな。なんかテカテカ、うわ、来たよ、これ来たよ、お前の麺粉は青いんだか、なんだか。あ、お前の麺粉は青いんだ。俺の血お前の血は青いのか。なら始めよう。はい、いくぞ。最初はグーじゃんけん。やっぱ弱い血だ。5対2。最初はグーじゃんけん。はい、試しになってみればいいんだ。とりあえず最初はそういうことか。そういうことか。いくぞ。あ、それあ、俺もだ。映してる。え、これ俺の勝ち。そうだ、俺の勝ち。お前が僕ら二人にやったね。落書きだってつまりさ、今の感じだと、別に自分のターンなんだったら、これしなくてもフーって言えばいいんじゃないの？まあでも一応ルール上なんか面子って。そう、ルール上は叩きつけなきゃいけない。ほら、分かってんだろうな。余計動画先に長くなるんじゃない？はい、確認。かわいいな、これは。かわいい。かわいいよね。くそ、お前、大丈夫。じゃあもう一回いくわ。最初はグー、じゃんけん。はい、これ。はい、これ。最初はグー、じゃんけん。え、待って。最初はグー、じゃんけん、ぽい。わっちいな、やっぱりな。どうして最後に勝つのは僕だ。残念。いくよ。あ、惜しい。
あ、そっちかいぞ。なんで脱いでんだよ。なんでかい。いくぞ。ひとだこの。あ、ちくしょう。だっせー。だっせー。超絶だっせーよ、これ。うるせー。でもだっせー。くそ。このゴミ虫どもだ。あ、じゃあ。絶対俺狙いだし、今の。さあ、やるかい。これはおでこになるのよ。そう。まずはおでこ。次は目。片頬。どんどん来い。鼻。どんどんこっち来て。口周り。どんどん来い。そう、いつまで残ってんの？痛いんだよ、なんか。こう出すよ。あ。これぐらいかな。最初はグー、じゃんけん、ほい。最初はグー、じゃんけん。何かズルしてないか。してないし。じゃんけん、ほい。あ、負けた。当然だ。まあ、たまには負けるよね。うるさいな。あぶねえ。絶対狙った、今。何を笑ってるんだ。何がおかしいんだ。すに一回切るんて。いや、置いたら終わりでしょ、こんなん。終わりだよ。ズルだよ、お前は。ズルくない。これは反則負け、これは反則負け、こんなん。ズルくない。よし。やっぱ弱っちな、でもな。次どこ、次どこ。おかしいぞ。次どこ。目だ。目？目だ。よっしゃ、来い。最初はグー、じゃんけん、ぽい。なんで最初はグー、じゃんけん、ぽい。はい、これでしょ。やっぱり弱っちいな。いや、そんなことない。譲ってやっただけだ。俺見た。今俺見た。じゃあ、お前、たぶん。あ。これ、成功しないんだけど。いくぞ。タイミング的におかしくなかった今。ダッセマッシュ。そう、強いな。目、目だ。強いな。危ないよ。決めててないよ。最初はグー、じゃんけん、ほい。最初はグー、じゃんけん。あいこうでしょ。あいこうでしょ。やっぱりもっちいな。何を言う。さっきからボケたばっかじゃん。そんなことはない。お前が一番顔が汚れてる。いくぞ。人のことは言えない、みんな。ほらか。結界のこと倒してなんぼ。下克上だよ。下克上で、まあ、カエルさんみたいだもんね。だ、どこ行ったの。ずるいぞ、あれは。何でもありだと言ったはずだ。ひどいぞ、あれ。行くぞ。でも一回だろ、これ。さすがにそこまでやったらさ、泣きたくなってきた。何をやっている。拝んでるのか、お前は。意味が分からない。やばない、危ない、危ない。もーす。うわぁ。痛い。あぁ、なんだと。最悪。はい。まずは、あ、作ってるとこどこだ、どこ。目の次は、ほっぺたの片方。ほっぺた。くそ。痛い。ほい。痛い。その鳥痛い。
セミか。くらい。それ痛いんだよ、なんか。しかも意外と濡れてないんだよ。そう、何気にね。はい、痛いさあ、どれが。え、いかっ最初はグー、じゃんけん。あれ、もちろん。最初はグー、じゃんけん、ぽい。よし、よしよし。いくぞ。ぽい。なんかさ、感じだったよね、これね。ちょっとね。あこことかちょっといいよ。わっああ、もう、なんか、やられた。いくぞ。これはいける気がする。これはいける気がする。ここ痛くなってきた。ここ痛い。わっなんで俺だけだおかしいだろ。こっちか今度は。そうだ。ほっぺらが終わるとき、鼻だぞ。痛い、そこ違うよ。そこほっぺじゃ痛い。はい。またなんかズルしに行ったぞ、あいつ。ズルではない。何年前だって言ったはず。っていう割には全然勝ててないよね。そうだ、お前勝ててないぞ。おめえもだよ。さあ、最初はグー、じゃんけん。最初はグー、じゃんけん。はい、こうで、ほい。当然の結果だ。シャバには勝つんじゃない？行くぞ。意味がわからない。出せ。何がしたいの？早くやれ。邪魔すんなよ。そうだ、人の邪魔はダメだろ。そうだ、邪魔だよ。お前もだよ。そうか。次どこ、次どこ。鼻だ。鼻か。ねえ、これおかしいよね。邪魔と動くんだ。邪魔じゃないよ、邪魔したら痛いんだよ。ちなみに、口周りまで全部書かれると、その時点でゲームオーバーだ。このゲームは終わるぞ。じゃあ、二人でこれ倒して笑おうよ、早く。逃げんな。逃げんな。最初はグー、じゃんけん。よし。最初はグー、じゃんけん、ぽい。はい、これでしょ。やばい、うん。運がなくなってきた。最初からないぞ。ここから見えるぐらい鼻が黒いだろ。あ、そうだ。よし勝ったはい、どこ鼻口周り。口周り。なんで最後やっていいよ。ありがとう。悪魔だ、こいつら。ほんま痛い痛い。負けのさらすがい。言ってこい。一言、そして言ったんか言ってこい。だからね、何度も言わせないで。こっからね、もう黒いな、鼻が。鼻が黒いんだよ。言ったろ、勝つのは僕だ。くそ。ひどいよ、これ。